おいおい、今日のうちからへばっててどうするんだよ。本番は明日だぞ。明日は最後の最後、バッチリ深夜まで燃え上がっていくんだからな。よっせ、気合い入れてきます。よし、若さが一番だ。みんなお疲れさん。綿流しはいよいよ明日だからな。今夜は早めに眠って体力を蓄えておいてくれよ。そりゃ決まってるだろう。全部終わった後のビールがうまいからだよ。ああ、来ました。はいはい、皆さんお疲れ様ですね。ああ、そのままで結構ですよ。お疲れ様です。皆さん、明日の綿流しの準備、本当にお疲れさんです。昨年発生したように、連続事件を期待する愉快犯の出現が濃厚に危惧されます。各員、一層気を引き締め、犯罪の抑止のために任務を全うしてください。うっせ！何も起こらなければ一番いいんですがね。ですが皆さん、必ず事件は起こると考えてくださいよ。抑止が一番ですが、まあ多分無理でしょう。今年も誰かが死んで誰かが消えます。もう間違いなく。大石さん、そんなんじゃ困るよ。もっと真剣にやってくれなきゃ。肝心なのは、祭りの夜を越すことじゃないんです。明日の夜、起こった何かに迅速かつ徹底的にどこまでも食いついていくこと。気合い入れてくよ！兜の尾を引き締めてき！親城様のたたりの化けの皮を完璧にひっぺかしてやるぞ！うわぁ！Thank you.